はい、吉田隆の教え方チャンネルですえ今日は4年生の道徳泣いた赤鬼についてお話をしますえ内容項目は友情信頼ですはい、それではあらすじです優しい素直な赤には人間と仲良くなりたいと考えていたところが人間は鬼を怖がって近づいてこない話を聞いた青鬼が人間の前で人芝を打つことを提案する青鬼が村で暴れているところに赤鬼が駆けつけて 青鬼を追いい払うというと芝居である計画は成功して赤鬼のところにはたくさんの人間が遊びに来るようになったところが青鬼は一向にやってこないそこで赤鬼が青鬼の家を訪ねると赤鬼と仲良くしているところを人間に見られると疑われるかもしれないのでしばらく留守にするという張り紙がしてあったそれを見た赤鬼は粛々と泣き出したという話です。 はい。これは有名な話ですよね。えー、私も初めて見たときに大変感動した覚えがあります。 それはまずね、青鬼の自己犠牲の精神ですよね,、えー、ね。友達の思いを叶えるために自分を犠牲にする、なかなかできることじゃないですね。そしてその自己犠牲をしてまで自分を助けてくれたということに赤鬼をね、後ほど気づいて泣き出すという話なんですよね。まあ、こうした感動はね、子どもたち、どうでしょうね、持ってくれるんじゃないかなと思いますね。そのの上で指導要領の解説を見ると 友達のことを互いによく理解し、信頼し、助け合うことで健全な仲間集団を積極的に育成していくことが大切な、このあたりは関係するかなと思うんですよね。やっぱりね、赤鬼のことをよく理解し、信頼しているからこそ、青鬼は、ね、助けるということができたのだと思います。まあ、授業はですね、青鬼の自己犠牲にして友達を助けるという行為、ここはまず取り上げたいですよね。 その上で、友達との関わり方について考えさせると、まあ、自己犠牲を強いるということはできませんが、こういう友達もいるんだということを知って、ね、子どもたちが、ね、やはり友達との在り方、関係について、ね、考えを深めることができたらいいなというふうに思って、指導計画を立ててみました、はい。それでは実際の授業です。まず資料を読んで感想の音に書かせたいですね。そして子どもたちに感想を聞いてみたいと。 感動する子が多いんじゃないかなと思うんですけどもね、えー、その上で赤鬼と青鬼、友達として1人だけ選びなさいと言われたらどちらを選びますかと。この発問の意図はですね、赤鬼のいいところ、そして青鬼のいいところを浮かび上がらせるということですね。まあ、青鬼はね、自己犠牲の精神を発揮するんですけども、そうしてあげたいと思う良さが赤鬼にあったからですよね。えー、ここではそこを確認したいと。その上でですね、 ちょっと意地悪なんですけどね、青鬼ばかりが損をしているのではないですか、えー、ポカポカ治られた上にね、えー、自分の家からね、どっか寄せへ行っちゃったわけですから、考えをノートに書きなさいというふうに言って子供たちに書かせたいと。まあ、あこれはですね、えー、青鬼が赤鬼を助けたと。もうこのことで、 青鬼はきっと十分だったんだろうと思いますね。友達を助けたということで、青鬼さんは十分満足ができたんじゃないかと。まあ、このあたりまでね、話が深まっていくといいと思うんですけどね。えー、その上でですね、えー、皆さんは自分が損をしてでも友達を助けることができますかというふうに問い返したいと思います。えー、例えばですね、じゃあね、えー、クラスの中でいじめられてる子がいたと、その時どう 声をかけられる、ひょっとしたらね自分もいじめられるかもしれないよそれでも声をかけられるというようなことも聞いていきたいとなかなかできることではないとは思うんですけどもねはい、えー、その上で最後友達について考えたことをノートに書きなさいというふうに、ね、して授業を終えたいと思います